うまくその続けられるように今まではなってたんですよね。もうあまりにもダメだったらやめるじゃないですか、うん、もう破産しちゃおうみたいな人っているわけじゃないですか。フランチャイズチャンネル、セブンイレブンの加盟店研修部が発足。はい、これもねニュースで出てましたけど、経産省のねあの新しいコンビニを作る会というところから10人のインタビューみたいのが出てて、これもう経産省 のホームページからダウンロードできるんですけどね、どうやって10人この10人選んだんだっていうぐらい結構みんな大変だっていう話をしてましたね。高校生の娘とかねまでバイトしなきゃいけなくてみたいな、もう家族を巻き込んでみたいな書いたんだけど、この間 閉店されました竹村酒店のですね斜め前のセブンイレブンはですね、これ八百屋がやったというやつね、これなんとここは4人娘がいるんですよ、うんうん、セブンイレブンやってまあまあうまくいきだしてからどん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 その娘たちが店に入っていくわけですよ、うんうんうん、だからもうむちゃくちゃ儲かりましたよね。あ、だ全部娘がバイトしてくんだもん、はいはいはい、まあ、当時はまだ7時から11時だったけどね、うん、今だとコンビニに生まれたら自分の店でバイトしなきゃいけないっていうふうになっちゃうのかな、人手不足だから。まあ、それはしょうがないとは思うけどね、もちろんこれは実態なんでしょうけども、これも新しいコンビニを作る会っていうそういう名目でやってるからね、今とは変えなきゃいけないっていう前提でやっぱりあのそういうのでまとめられてるんだなという気はちょっとしましたけどね。でもそんな大変なのに続けてるのはそれなりに儲かるからなのか、それとももうローンで借金組んじゃってるからやらざるを得ないのか、どっちなんですかね、うん、まあ両方はあると思いますよ。そこはうまくその続けられるように今まではなってたんですよね。まあ、あまりにもダメだったらやめるじゃないですか、うん、もう破産しちゃおうみたいな人っているわけじゃないですか。言葉は悪いけど生かさず殺さずみたいなところはそれはあったのかもしれないとは思います。うーん、で今回このセブンイレブンの加盟店研修部ですよ、うん、どうですかこれ。研修してなんかいいことあるのセブンイレブン、店をの売り上げを上げて利益を上げるっていう研修をするんじゃないですか。まさかあの洗脳していくつもりじゃないと思うんで、うん、ただコンビニというのはね零細商店が入ってその人たちが考えるよりも本部が言う通りにやった方が絶対に売上も上がって利益も残るっていう前提でやってるわけですよ仕入れなんかも本部が勝手にするって言ってるけどそれはそうなんですよ、うん、そうしないと残っちゃ困ると思って仕入れたらすごいもう常に欠品するようになっちゃうわけですよ。で電気とかも全部任せたらエアコンを節約しようとかなっちゃうわけですよ。だからもう本部が全部やるわけですよ。今度は研修していやこうやって仕入れなきゃダメですよって言ってなるかねっていう話なんでね、僕はね研修して良くなるっていうのはこっち側もなかなか大変なんですよ。研修されたら全部その通りに動くなんていうんだったら苦労しないですよね。でもそれができないからよっぽど本部主導で光熱費とかも管理した方がいいということになってやってきたんで、まあでも時代が変わってそのやり方ができなくなってきてるんでこういう考え方もあるのかなと。どうですか、また研修受けてそれで忙しくなるとかあるんじゃないですか。なるでしょうね、だって、うん、いや全部ね、いや店に来てやってくれないけどそんなことありえないでしょ、うん、まあね呼ばれるんでしょうかね、うん、ブロックごとにね。ほんでまたいろいろしろってのが降ってきて悪循環な気がしますけどね。僕はもう値上げしかないと思います。近所のコンビニなくなっちゃったら嫌じゃないですか。値上げですよ、便利すぎるんですよ。その林さんの意見もねごもっともで、もともとコンビニって高かったわけですよ、うん、だってコンビニは定価だった時代があるんですね、うん、でもいつの間にかスーパーとだんだん値段が、うん、あの変わらなくなってっちゃって、ね、だって24時間営業でね人も雇えないで体張らなきゃいけないで地域のために店維持するなんてちゃんと人を雇ってもちゃんと収益が上がるぐらいの値段にしなきゃ、もしくはそれが成り立たないなら撤退しなきゃね。で撤退した時にみんなその地域が困って、ああやっぱもっと使っとけばよかったんだなって思ったりしてまたコンビニが値上げしても良くなるんじゃないですか。なるほど、うん、はい、そういう意見はあんまり出てないけどね、うん、でもまあ無人化か値上げ、うん、はい、その通りという気がします、うん。